石油情報センターによりますと、おととい時点の県内のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットル当たり181円となっています。前の週から 0.3 円上がり、3週間ぶりの値上がりとなりました。県内平均は全国平均に比べて 6.5 円高く、全国で5番目の高さとなっています。値上がりの要因について石油情報センターは、中東情勢の緊迫化やアメリカの景気回復への期待が高まっていることなどが背景にあると分析しています。また今後の見通しについては、政府の補助金が減額されるため、引き続き小幅な値上がりが予想されるということです。